スルタン・アフマドは、ヤルカンド・ハン国の、第十八代の君主。アクバシュ・ハーンの長男。父がアーファー・キーヤの支配するカシュガルを攻め落とすと、カシュガルの総督に任じられた。しかし、カシュガルで実権を握っていたキルギス首領のアルズ、ムハンマドとアーファー・キーヤが、アクバシュに反旗を翻すと、アフマドは、反アクバシュの旗印として擁立された。アクバシュは、 トルファンのベグたちを引き連れてカシュガルに出兵したが逆にキルギスに捕らえられて殺害された。アルズ・ムハンマドはヤルカンドに攻め込みアフマドがヤルカンドの藩として即位した。しかしアルズ・ムハンマドの支配を潔しとしないヤルカンドのベグたちはジュンガルのツェワン・ラブタンに救援を求め1700年に シュフルタイジ率いるジュンガル軍がヤルカンドとカシュガルに侵攻してきた。キルギスは敗走し、アフマドは行方不明となった。ヤルカンドとカシュガルを征服したセワンラブタンは、それまでのチャガタ池家の船員をグツに据えるのに変えて、各地のベグを直接任命して支配するようにした。アフマドの長男のマンスールはトルファンにいたが、ジュンガルによって、 カラシャールに移され、大将、宝者の乱が起こると、ヤルカンドに逃亡した。大将、宝者の乱終結後の1760年に、北京に赴いて、乾隆帝に配越し、チンギスカンの後裔であることから一等大吉に、封じられて、北京に住むよう命じられた。ありがとうございます。